スカイラーグレイはアメリカ合衆国のシンガーソングライターである。自らのみではなく他社へも積極的に楽曲提供を行い、手掛けた作品は世界で延べ2500万枚のシングルを売り上げている。グラミー賞に5回ノミネートされている。2004年17歳の時に本名のホリーブルック名義でユニバーサルミュージックパブリッシンググループとレコーディング契約を締結。 2006年にデビューアルバム、Like Blood Like Honey をリリースした。2010年には、名前を、スカイラーグレーへと変え、エミネムとリアーナのヒットシングル、Love the Way You Lay を共同制作している。スカイラーはいくつかのヒットシングルの、ゲストボーカリストとしてよく知られており、フォートマイナー、ウェアード融合、ディディの Coming Home、Dr.Dore の I Need,A Doctor,T.I. の New。 ナショナルアンセムなどが挙げられる。2013年にはセカンドアルバム Don't Look Down がリリースされた。この作品はエミネムがエグゼクティブプロデューサーを務めている。スカイラーは2010年最大のヒットシングルでありグラミー賞の最優秀楽曲、最優秀ラップ楽曲賞にノミネートされたエミネムのラブ・ザ・ウエイ・ユー・ライの共作者として知られている。ドクター ドレイのアイニード・エイドクトルでも共作、共演しており、2011年グラミー賞のテレビ放送でドクター・ドレイエミネムと共演、グラミー賞2部門にノミネートされた。2012年1月には生演奏をフィーチャーしたザベリードセッションズ・オブ・スカイラー・グレーをリリース。エミネムのラブ・ザ・ウェイ・ユーライの原曲でもあるラブ・ザ・ウェイ・ユーライ、パート3など、 本人によるセルフプロデュースの楽曲を収録している。2013年7月にインタースコープレコーズからリリースされたスカイラーの2枚目のアルバムドントルックダウンではエミネムがエグゼクティブプロデューサーとして参画。このアルバムは発売1周目で US ビルボードチャートの8位に初登場した。またエミネムのアルバムザ・マーシャル・マザーズ LP2 ではアスホールに フィーチャーされている。2014年1月にはデビッド・ゲッタとのコラボレーションでショットメダウンをリリース。シェールのバンバンのカバーでもある。この曲は各国チャートでトップ10位を果たした。3月には映画《ニード・フォー・スピード》のためにキッド・カディとの共作により書き下ろされたヒーローリリース。8月には T.I. の9枚目のアルバムペーパーワーク収録の ニューナショナルアンセムで T.I. とコラボレーション。11月には、シェイディレコードのコンピレーションアルバム、シェイディ XV に、収録の、ツイステッドにて、エミネム、イエローウルフとコラボレーションしている。最近では、ニッキー・ミナージュとタッグを組んだ楽曲、ベッド・オブ・ライズがニッキーの3枚目のアルバム、ザ・ピンク・プリントに収録。MTV、ヨーロッパや MTV アメリカのミュージックアワーズ。 またサタデーナイトライブ、ザ・トゥナイト・ショー・イズ・ジミー・ファロン、ザ・エレン・ダー・ジェネラス・ショーといった国民的な TV 番組にて、ニッキー・ミナージュと共演した。映画、フィフティ、シェイズ・オブ・グレーのサウンドトラックには、自身の名義で、I know you を楽曲提供。このアルバムには、ビヨンセのホーンテッドをはじめ、シーヤエリー・ゴールディング、ジェシー・ウェアといった顔ぶれが揃っている。 モービー、カスケード、ウィル、IAM、Z、シーロへの楽曲提供も行うなど、精力的に活動中。M、ありがとうございます。